ヤクルト健康教室、今日は第14弾になるんですよ。今日は糖尿病についてね、お話しさせていただきます。糖尿病、生活習慣病の一つですよね。そしてとてもね、実は身近な病気なんです。あ、私関係ないよ、全然関係ないからって思ってる方もいると思います。でもね、実はとても身近なんですよ。今日はね、私と一緒にね、学びましょうね。では早速入っていきますが、皆さん、糖尿病予備軍ってご存知ですか？ここでも糖尿病クイズ、早速第1弾いきます。糖尿病予備軍と言われている人はどのくらいいると思いますか？2択です。はい、1番、約300万人ぐらいじゃない？2番、いやもっとでしょ、約2000万人はいるでしょう。さあ、どっちだと思いますか？これはもうノーヒントです。考えてください。答えはじゃん、そう、当たり、約2000万人もいるんですよね。これは約5人に1人は糖尿病予備軍って言われるんですよ。思ったより多かったですか？さあ、そして今からこのね、糖尿病のお話をするにあたり、ちょっと覚えておいてほしいなっていう言葉、この2つあるんですね。ブドウ糖、これは私たちの体、そして脳、そういうのを動かすためにね、必要不可欠でなくてはならないエネルギー源なんです。そして血糖値、これは血液中のブドウ糖の濃さを示す値を言うんですね。この2つちょっと覚えておいていただけるといいですよ。はい、では早速いきます。糖尿病って何？糖尿病っていうのはブドウ糖をエネルギーに変えることができなくなる病気のことなんですね。このブドウ糖をエネルギーに変えるのにとても大切な働きをしてくれるのが膵臓から出るホルモン、インスリンなんです。このインスリンがブドウ糖を体内に送り込んでエネルギーに変えてくれるんです。ところがこのインスリンが働きにくくなったり、分泌が少なくなったりすると、それによって高血糖になってしまう。それを糖尿病って言うんですね。じゃあ糖尿病、どんな種類があるのかなっていうのをちょっと見てください。糖尿病1型、糖尿病2型などがあると言われております。まず糖尿病1型、これはさっきから言ってます、このブドウ糖をエネルギーに変えてくれるインスリン、それを全く体の中で作らないということですね。ですからインスリンをこれは外から補ってやるんですと言われてますね。さあ、そして糖尿病2型、これはインスリンの量が十分できないか、もしくはそのインスリンが十分作用しないかなんですね。10人中9人はこのタイプだと言われています。ではその糖尿病の原因と症状、どんなものがあるかちょっと見ていきましょう。まず原因です。過食、運動不足、ストレス、睡眠不足、加齢などがあるんですね。そしてその症状、手足の感覚が低下、すごい疲労感、あと目がかすむ、あと空腹感とか喉の渇き、あと頻尿などがあると言われております。さあ、そして糖尿病というのはね、実は合併症というのがあるんですね。合併症、いろいろな合併症があるんですが、ここではこの三大合併症と言われるものを紹介いたします。まず1つ目、腎症、これは腎臓のろ過機能が低下してしまうんですね。これが重症化すると
人工透析機が必要ですよと言われております。そして2つ目、神経障害、手足にしびれとか痙攣が起きることですね。これが重症化すると、その切断しなくてはならないという場合もあると言われております。そして3つ目、網膜症、これは視力が低下します。これも重症化すると失明する場合もあると言われております。さあ、こういう合併症を伴う糖尿病なんですけど、実はお食事で予防することができるんですよ。さあ、ここで糖尿病クイズ第2弾いきます。はい、糖尿病予防に良い食べ物はどちらだと思いますか？はい、答え2択です。1番、根菜類。2番、キノコ類。どちらも野菜ですね。ヒント、これです。これこれ、わかったかな？考えてください。答えはそう、大当たり、キノコ類なんですね。キノコ類には食物繊維がたっぷり含まれております。その食物繊維っていうのは栄養の吸収のスピードを穏やかにしてくれる作用があるんですね。だから血糖値が急激に上がるっていうのを抑えてくれると言われております。そして根菜類、根菜類も食物繊維がたっぷり含まれているんですけど、糖分もあるんですね。ですから食べ過ぎには気をつけてください。はい、でこういうふうに糖尿病予防するのにお食事大切なんです。ということで、じゃあ次回の予告です。次回は糖尿病の予防方法として、お食事で予防、そして運動で予防、このことについてね、お話しさせていただきます。では今日の健康教室、これで終わりになります。ありがとうございました。ではまたね、次回お楽しみに。